and Shimizu Michiko. We're making sense all the way to midnight. Enjoy. The right time and the right place. Making sense from Roppongi Hills.皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。皆さんこんばんは、清水美智子ですって聞けるのも皆さんあと5日しかないですからね。4日です。今日入れて4日しかないんですよ。まあ僕はプライベートでね、これからこんばんはって言うからね。こんばんは、清水美智子です。これだから番組が終わったとしても、あの月1回会ってね、そうですよ、やっていきましょうか、だって入ってちょっとあの仕事なんでみたいな感じでやったら JA 部だってさ、応援してくれるよ。あいつ今日も来てる。諦め悪い。こういうなんか放送払っていうんですか、セクハラのなんていうんですか、セクハラじゃなくて放送ハラスメントみたいなことあればいいのにね。適当にこう放送嵐みたいにしてるでもこれこうやってて、で実は全然録音されてないと思うとちょっと悲しいですよね。そこなんですよね。でも私たちもこうお年を召してくると、そういうことはもうどっちでもいいやってことで喫茶店で話せよって話になるのかな。とりあえずも明日来かみたいになるのかな。なるんですかね。また来てるよあいつらみたいなことでしょやっぱ放送の楽しみが忘れられなかったとかのあんのかな。あんまり聞かないね。でもね、どうしてもわしゃ最後あの映画に出たいとかそういう話なんか聞かないよね、やっぱね。 A さん歌は歌いたいとか、 A さんとか、 A さんすごいよね。またなんか本とかお出しになられて、なんてタイトルだったかな、それも感心したな。ちょっと自虐も入った。そうなんだ。男のおばさんだったかな、なんかそんなようなタイトルで出されてましたよ。まあでも正直あと10年やりたかったですね頼めば大丈夫じゃない往生際が悪いって言うんですよ。なんで何がいけなかったのかっていう、自分の胸に聞くことだね。あんなにみんな楽しそうだったんだ。なんでかっていうと、最初はやっぱりネタをノートにちゃんと2人とも書いてきてね、お互いに8本ずつ7本ずつとかさ、ネタがあったわけですよ。ところが最近はなんかちょっと自分の仕事まで忙しくなって、まあでもそれが本当に良かったかっていうのもありますからね。そのネタ帳から離れた時に僕らは最高の力を発揮できたような気もするわけです。そうだったらまあ続いたかな全然話変わるけど、お風呂の中に何か入れてます？あの液体、なんていうの？ああはいはい、バスなんとか。あ、そう、それだからバスなんとか、あとお塩みたいな、お塩みたいなやつとかね。バスソルト、オイル、どっち？ソルト。いや、じゃ正解はじゃなくてオイルは入れない。オイルはちょっと苦手。苦手ですね。男の人特にそうだよね。バラの 花びらとかは一回入れましたけど大変なんですよね。本当にあの排水口に詰まるしね。本当あれ映画だけの世界だって分かるよね。あと温泉の世界だよね。温泉だとさ、なんかたまにそういう遊びでやってくれてるとこありますね。人の風呂ならね、いいけど。人の風呂って言い方ないですけどねもうみんなの浴場ですよね、人の風呂。うちあとあれをやってるんですよ、最近シャワーのね、なんていうものか分かんないですけど、すごくきめの細かいこうシャワーが出る。ミストみたいな。いや、ミストじゃないんですけど、そのとにかくそれを、ソフトな感じ、ソフトなお湯が出るやつをその浴槽につけるんですよ。おー、いいね。そしたらこうなんかね、こう白濁してくるの、お湯が、はいはい、白くなってくるんですよ、多分空気が入って、そこに使ってるとすごくこうお肌にいいっていう。うわ、どんどんおばさんになってきましたねやっぱ年取ってくると乾燥肌になりますから、そういうケアは必要です。なんかでも炭酸の素を入れるといいとかさ、そう、泡っていいらしいよね。だって、謎のジャグジーとかもさ、泡のこれどこがいいんだろうと思うんだけど、なんかいいって言うもんね。なんかきっと肌のためにいいんでしょうかね。私一時やっぱりそういうもの好きで、なんとかの素とかさ、バスなんとかってつくと、まあはっきり言ってこう人工的な感じじゃないですか、だけど食品系、例えば塩、酒、ひどい時は生姜にんにく、味噌、味噌もいいですね。いいわけないでしょ、私あなたと一緒に遊ぼうって言ってねレッツエンジョイじゃないからね、私は話としてね真面目に話してるわけですから、でそういうもの入れてるうちに旦那さんがちょっと話があると、俺は左右で入りたいって言われて
しばらく何も入れない時期が続いたって話をまたマネージャーの女の子に田中さんにしたの、はい、そしたら田中さんはこの間お父さんがお風呂作っといたぞって言うから、うんうん、冬って本当楽しみじゃんお風呂、うん、いいですね、うん、楽しみにして入ったらもう二度とやらないでっていうようなお風呂ができてたんですって。なんだと思います？絶対当たらないと思いますよ。お風呂なんか入れたってこと？入れたってこと。お父さんが、うん、まあはっきり言って食品。ゼラチン？ゼラチンってでもお湯だからね、そのまんまですよ、うん。冷たくなったら固まりますけどね。そっか。牛乳？違います。あ、牛乳、うん、掃除大変そうですね。うん。え、何が？牛乳だと多分嫌がらないですよ。女の人はね。びっくりしたんですけど、うん、昆布を入れたそうです。ぬるぬるなんだって、すっごく気持ち悪いんだって。ちょっとでも良さそうじゃん。そんなに怒るかねっていうぐらいもう本当に気持ち悪いんだって。でしばらく匂いも気にやないんだって。出汁が出ますからね。出汁出るよね、うんうん、やっぱでもまあ匂いも確かに消えないっちゃ消えないよね。髪の毛にも良さそうだけど、うん、良さそうだけどあれは食べるといいわけで。ずっとぬるぬるですからね。ぬるぬるは嫌ですよね。確かに。あと掃除も大変そう、うん、あでも昆布か。やってみるんじゃないよあんた。言ったよね今後悔してるって。カツオのだしパックみたいなのもねいいかもしれない。顎ってすごい。顎のだしって知ってる？すごい美味しい。顎だし美味しいですよ。あんな感じで使う。贅沢なのかバカなのか分からなくなってきた。お風呂にあれでこう擦るとまたいい感じがします、ね、もういいです。Yeah, enough of that. The conversation might get nuru-nuru, and we certainly wouldn't want that to happen, would we? And yes, there are many things people put in the bath.